おはようございます。おはようございます。この間のウイスキーフェスティバルはどうでした？ああ、もう本当にすごかったですね。僕第1部の方に参戦させていただいたんですけど、3月26日。そうです、そうです。どこら辺のブースが記憶にありますか？ああ、僕印象に残ってるのは、イチローズモルトさんのところのやっぱり、そうです、そうです。秩父蒸留所ですね。あれですね、秩父ザ・ピーテッド2022、これも置いてましたよね。あ、置いてました。試飲できましたね。はい。あとはリーフシリーズ。そうです、そうです。秩父蒸留所はやっぱ一番人が集まってるイメージありましたね。はい。他はどうですかね？厚岸。厚岸、はい。静岡。静岡蒸留所。マルス。マルス、はい。朝霞もありましたね。はい、朝霞もありました。はい、ユーザー。新しいところ、ユーザー。日の丸ウイスキーなんかっていうのもちょっと。木内酒造。はい。鹿児島の鹿之助蒸留所。はい、鹿之助蒸留所も。これは実はちょっとフェスティバルに行く前に、はい、蒸留所の方に訪問して見学もしてきたんです。はい、僕お留守番でしたけど。じゃあ今日は、はい、鹿之助蒸留所の方を詳しくお話ししていきましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、こちらに今4本鹿之助のウイスキーがあるんですけども、はい、この2本は蒸留所限定のウイスキーですね。おお、すごい。でこちらの2本はフルボトルでオフィシャル鹿之助のシングルモルト2021ファーストエディション、こちらが2021のセカンドエディション、セカンドエディション。今日はぜひこちらをですね、はい、少し深掘りしていきたいなと思います。はい。うま醸造鹿児島の東シナ海に面した海沿いにあるんですけども、もともとは焼酎を作っている会社でした。もう創業は1883年に遡るんですけども、米焼酎をメインに作っている会社です。なんかこの辺は勉強されました？一番最初の初代の方が、お酒作りを始めたっていうきっかけが、神社にお神酒を奉納しているところからっていうのは、よく知ってますね。いや、まあ、一応歴史部門担当ということで。素晴らしい、はい、特徴としてはメロコズルという焼酎を樽に入れて熟成させる、この商品がかなり特徴的な商品だと思います。はい。このメロコズルを作ったのが小政義継社長のおじい様にあたる鹿之助社長ですね。はい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 。その時の鹿之助社長の名前を取って作ったのが今の鹿之助蒸留所という名前になります。はい、はい。鹿之助蒸留所は、はい、昨年実は分社化して社名が変わったんですけど、もともとは小政醸造焼酎をベースにこう展開されていたんですけど、はい、今回のウイスキー事業を分社化して、うん、小政鹿之助蒸留所株式会社。なるほど。焼酎作りとは別でそちらの方にもしっかり注力していこうという。今はかなりウイスキー事業に注力されているように見えますね。先日も蒸留所を訪問した際にもウイスキー作りの各工程全て見させていただいたんですけど、はい、かなりの熱意と本気度を感じる蒸留所になってました。なるほど。あとやっぱりちょっとあそこでびっくりしたの、すでにグレーンウイスキーを作られてて、貯蔵数もかなりの数があって、これから熟成を経て製品化されてくると思うんですけど、鹿之助ブレンデッドジャパニーズウイスキー、これの発売は非常に楽しみですね。鹿之助蒸留所で使ってる樽っていうのは、いろんな種類の樽を使ってるんですけど、一番特徴的なのはメロコズルをリチャーして、そこにまた蒸留したウイスキー原酒を詰めて貯蔵する、熟成させているっていうのが一番の特徴なのかなと思っています。なるほど。リチャーって聞いたことありますか？はい、勉強しております。一度使った樽をもう一度火にかけるんですね。でちょっと焦がすことによってで、タンニンとかそういったものをさらに出してまたその中に入れることによって復活させるようなイメージっていうんですかね、そんな風に認識しておりますけれども。素晴らしいですね。はい、その通りです。はいはい、まさに鹿之助蒸留所ではメロコズルを使った後の樽を焼き直して、そこにまたウイスキーを詰めて、熟成をさせている。そのリチャーカスクをメインに使ってリリースされたのがこの鹿之助ファーストですね。あ、ファーストエディションの方ですね。こちらでした。はい、今回のセカンドエディションは、はい、バーボンダルが主体というふうになってます。はいはい、ただこれからもリチャーカスクっていうのは鹿之助蒸留所の、まあ、特徴の一つとしていろんな製品に使われてくると思うので、そこら辺の風味とか香りとか楽しんでいけるんじゃないかなと思います。はい、あと実際に蒸留所をお邪魔して、はい、これはすごい特徴だなと思ったのはやっぱり蒸留機が3つあるっていうところ。通常ウイスキー蒸留所行くと蒸留機って
って大体2台ですよね。2台の使い分けっていうと昇流と細流ですね、はい、3基の蒸留機それぞれがサイズも違いますし、はい、アームの角度も違ってて出来上がる原種の質が違うっていう特性があるんですけども、はい、鴨助蒸留所では昇流用、細流用でもう一つ細流用があって真ん中の細流用も昇流に使うこともありますと。だからこの3つの蒸留機をいろいろな組み合わせで出来上がる原種のパターンを増やしているっていうのが大きな特徴だなと思いました。蒸留所見学行った時のこういう楽しみ方ができるなとかそういったものって何かあります？そうですね、まずは、製造工程を一通りしっかり見ていただくっていうところ、あとはその後にですね試飲ができるんですけども、これが一番楽しいじゃないですか、はい、メローバーが蒸留所内に設置されてまして、メローバーの目の前には東シナ海がダーンとこう見えるロケーションのバーがあります。そこで見学の後に試飲することができるんですけども、はい、あの時間が一番蒸留所見学の醍醐味かもしれないですね、はいはい、ぜひ蒸留所の見学が終わった後には蒸留所限定で販売しているボトルが、うん、今だとこちらのですね、蒸留所限定のカルバドスカスク、はい、カルバドスってアップルブランデーの、アイタタルで熟成したウイスキーなんですけども、はい、香りを嗅いでいただくと、はい、リンゴの香りがしてきます。お、はい、おー、うん、甘い甘いですよねはい、はい、こういうのも蒸留所で購入することができるので、これはぜひゲットしたい商品の一つです、はい、残念ながらオフィシャルボトル方の販売は蒸留所内では行ってはいないです。なるほど。じゃあカノスケシングルモルトウイスキー2021、はい、セカンドエディション、はい、これが今オフィシャルで出たボトルの最新になります、うん、はい、ボトルの値段は 13,750円、税込み。ジャパニーズウイスキーだいたい1本1万円超えてくるっていうのが最近の主流になってきてますね。でこちらをですねバー新海では1杯あたり45ミリで3960円で提供してます、はい、そんな1杯飲めないっていう方もいらっしゃるので30ミリ15ミリっていうお安い値段でもお出ししてます、はい、やっぱり皆さん飲み比べしたいなっていうのがありますから15ミリの重要っていうのは非常に感じますよね。うちにも過去のファーストエディションですとか蒸留所限定ボトルもあるので、ぜひこれら15ミリずつで飲み比べしていただいて違いを味わっていただきたいですよね。そうですね。じゃあ最新のセカンドエディションテイスティングしていきましょうか。じゃあテイスティングしていきましょう。はい、うん、フルーティーですね。うん、フルーティーですね。すごいこう青リンゴの感じ、うんうんうん、アルコール度数が 57% でも57とは思えないぐらい落ち着いた感じ、うん、ちょっと飲んでみましょうか。はい、あすごい甘い、甘い蜂蜜をこう思い浮かべる甘さ、うんうんうん、柑橘っぽさもありリッチな感じがします。口に含んだ瞬間にやっぱりこうふわっとこうフレーバーが開くようなのが、うん、いいですね。芳醇も僕もあってこれ時間置いとくとさらに開いていきそうな。僕も家で飲むんですけど少し多めに注いでおいて、うん、ゆっくりその一杯を30分ぐらいかけて飲むようにしたんですよ。美味しいですね。途中加水しちゃったり、はい、そのグラスに残るこう香りがだんだんこう出てきますね。このまま30分ぐらい時間をね潰せちゃうんじゃないか、はい、これで何年熟成になるんでしょうか。3年ですね。これ3年なんですよね、はい、これがジャパニーズウイスキーの魅力だと思うんですけど、通常だと、もう一度はい、あーすごい。どうですか、時間が経ってますけど明らかにさっきよりも甘い、うん、ちょっとこの甘さとコク酸味とか他にないですね。類似するものがない、カノスケ特有の味わい、うん、これは焼酎を作ってきたそこに由来するものなんですかね。あると思います。やっぱりリチャーカスクが作り出す味わいとか香りとかあると思いますし、焼酎作りをやってきたノウハウから来る製造段階でのこだわりとか、そういったものの、結集されたものなんじゃないですかね。非常にやっぱり味のバランスが本当にすごくいいですね、感じがしますね。そうですね。そういえばこの間ワールドウイスキーアワード2022のワールドベストが発表されたのご存知ですか。はい、実はカノスケもですね、はい、ワールドベストではないんですけど、日本予選のカテゴリーウィナーを取った商品があります。それがこちらですね、蒸留所限定のカテゴリーウィナーですね。でこちらのファーストエディションとセカンドエディションも、こちらがともにセカンドエディションがゴールド、ファーストエディションがシルバー、こちらを日本予選で
受賞してます、うん、日本国内での評価が高いっていうのが証明されています。うん、これだけの短いスパンの中でも頭角を現してきたという。そうですね、素晴らしい。最後に紹介したいカノスケウイスキーもう一本あります。おこちらですね、はい、カノスケシングルモルトジャパニーズウイスキーアーティストエディション、平沢真理子さんの、イラストレーターの平沢真理子さんの描かれたイラストがボトルのラベルになってます。コメントってありますね、はい、鹿児島の大地から力強く天に伸びる多くの木を描きました。欧州で生まれたウイスキーがこの地で今健やかに成長している様子をイメージしています。男性だけでなくこの木のように力も秘めながらもしなやかに生きる女性にも手にしていただきたいという思いも込めて優しい色合いに仕上げました。こちらがですね、はい、アーティストエディションシャープ001シリーズものなんですね。これから第2弾第3弾出てくるようなのでこちらも注目していきたいと思います。このアーティストエディション販売先が限られてます。マサ醸造が作られてきた焼酎の中でクラノシコンっていう焼酎があるんですけども、はい、そちらの取扱店に限定して今回流通されています。こちらのファーストエディションセカンドエディションとは入手先が異なってきますので、うん、ご注意いただきたいんですけど、もしかすると最寄りの酒屋さんでクラノシコンが取扱いがあれば棚に並んでる可能性がありますのでぜひチェックしていただきたいと思います。これなんでクラノシコンの取扱店に限定したかっていうとですね、はい、この間お話を伺ったんですけども、やはり焼酎で長く商売をされてきたマサ醸造さんが焼酎を熱心に扱ってくれてた酒屋さんに何かしらウイスキーで恩返しできないかっていうのがあって、今回はクラノシコンの取扱店に限定しているというお話でした。次回は何にしましょう、はい、よければ鹿児島つながりなんてどうでしょう。うん、まだまだありますからね。鹿児島といえばつぬきですかね。ちょうど先日発売されました、はいはいはい、こちらがつぬき2022でしょう。こちらをじゃあ次回は勉強していきましょうか。はい、勉強させていただきます。来ました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。